ベルニーニは現代の彫刻家にも大きな影響を与えています。ローマ在住の彫刻家のアトリエを訪ねてみました。オッテロ・スカトリーニさん、彼はベルニーニ時代の彫刻技法を研究しています。彼の父親も彫刻家です。リボ・スカトリーニさん。ベルニーニに学ぶのは大切なことです。彼ほど大理石を自在に操った人はいないでしょう。面白いことに大理石もいいものばかりを使ったわけではないのです。色が混ざっていたりもします。それでも彼は欠点を個性に変えることができたのです。このアトリエの制作法はベルニーニ時代とほぼ同じ。まず彫刻のモデルを石膏などで作ります。その凸凹の度合いをコンパスで測りながら大理石を掘り出していくのです。ローマでもこの道具を使いこなしているのはこの親子だけです。この道具はグラデーションや陰影をつけるときに使います。実に素晴らしいんです。回転させながら削る道具です。手で掘るよりも深い溝を作ることができ、これによって影にグラデーションをつけていきます。ベルニーニの作品ではヒゲや髪の毛の動き、目に表情を与えるために使われていました。現代の機械を使えばもっと簡単にベルニーニやミケランジェロのコピーもできるでしょう。しかし彼らの魂のコピーは無理ですね。最後はやはり人間の手と心です。だから私は昔のやり方にこだわります。ベルニーニのように大理石を自由に操りたいと親子は言いました。